1929年伝承6月14日1943年2月13日は、日本の大倉官僚、政治家、大倉次官衆議院議員、兵庫県出身、衆議院議員、伝定吉の長男として生まれる。大鳥なる義塾、改正中学、第一高等学校を経て、1904年7月、 東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年同月、大倉省に入り、タバコ専売局属として本局に、配属。同年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1905年12月、タバコ専売事務官に就任。以後、タバコ専売局主事、県大倉書記官、専売局主事、大倉書記官、主計局史計課長。 理財局国庫課長、県大倉省参事官、主計局予算決算課長、連合国経済会議特派員、海外中札財務官、大倉省主計局長などを歴任。1924年8月、大倉次官に就任し、1927年4月まで在任主体官。1928年2月の第16回衆議院議員総選挙で兵庫県第5区に、 立憲民政党から出馬し当選。第17回総選挙でも当選し、衆議院議員を連続に期務めた。その他、第2次、若月内閣の大倉政務次官、立憲民政党総務、同政務調査会長、満州床社長などを歴任。大倉次官在任中の1927年3月に、当時不況で資金繰りに困窮していた。 東京渡辺銀行の経営問題に絡み、当時の片岡直春、大倉大臣の出現を誘発してしまったことで知られる。同月14日、衆議院に予算委員会にて審議の始まる直前、当日の決済資金の苦面に困り果てた、東京渡辺銀行の渡辺六郎専務らが、大倉時間だった他のもに陳情に訪れ、何らかの救済の手当がなされなければ、 本日にも休業を発表せざるを得ないと説明し、救済を求めた。これを受けて、他は、片岡蔵省と対応策を相談すべく、議場に赴いたが、すでに審議入りしていたため直接面会できず、事情を書面にしたためて、片岡蔵省に言いつけた。一方、他から、救済策を引き出せなかった、東京渡辺銀行側は、大倉省からの助力を得る見込みが立たなかったことで、 改めて金策に走り、第100銀行から資金を手当てすることに成功して、当日の決済を無事に済ませ、その旨を大倉省にも伝えたが、このことはすぐに綿に伝わらなかった。このことについては、相談に訪れた段階で、渡辺専務側は、救済を求める意図で陳情したのに対し、電羅大倉省の側では、事前の調査で、東京渡辺銀行の経営状態が悪いことを、 把握しており、休業の報告に来たものと理解する誤解があったという。たが、東京渡辺銀行の金策がついた旨の報告を受けたのは、議場から大倉省に戻ってからのことであったが、片岡蔵省へのことづけを訂正する時間は、もはやなく、片岡は、宝の書面をもとに、予算委員会での答弁の中で、渡辺銀行がとうとう破綻をいたしましたと発言してしまう。 この片岡蔵証の出現は昭和金融恐慌の引き金となり取り付け騒ぎが発生してしまった。ありがとうございます。